田舎出身の美容師が都内に100坪の美容室を出す物語っていう YouTube のチャンネルを作りました。今日は、エピソード0のお店を、なぜ100坪のお店を出そうと思ったかっていうきっかけの、エピソードを、ちょっとお話ししていこうかなって思います。テーマにも書いてあるんですけど、多店舗出店という部分がやっぱり難しかったなっていう印象があって、こう多店舗経営の難しさ、後悔っていう部分をテーマに今回お話しさせていただきます。で、まず初めに2店舗3店舗を出した時に思ったのが、やっぱり僕がその各店舗を見れないので、結局モチベーションの差とかにつながったなっていうのが、多店舗経営やった上で一番気になった部分。やっぱりうちのお店に入る人とかは僕と働きたいっていうので入る子が多いんで、僕がいない店舗で働くっていうのがやっぱりなんか違うなーってなったりとかするっていう部分が、一番でかい部分です。1年目2年目でアシスタント、じゃあこっち行ってとかやると、あ、今日こっちなのかみたいな、こっち嫌だなーとかいうのが実際あったらしくて、で、だから そういう話とかも聞いて、やっぱり1店舗大きい美容室を作んなきゃダメだなって思ったのが、今年の何日だろう、5月11日にこう、スタッフとスタッフのグループ LINE をしていて、将来ビジョンみたいな話になったんですよ。で、うちのスタッフは結構優秀な子が多いんで、独立とかやっぱり、独立できちゃうレベルの子たちがやっぱ多いんですよ。やっぱすごい子が多くて、各サロン出しますってなった時に役職をつけたりするわけじゃないですかってなって、将来的にみんなどうしたいのみたいな、で、独立したいんだったら結局なんかうちもお店でかくしたいから独立するってなると、やっぱスタッフの配置とかを変えなきゃいけないよねみたいな話になったんですよ。で、やっぱり独立って経営者の皆さんからしても、やっぱり絶対に絡んでくるものじゃないですか。そういうのも含めて、こう多店舗経営、こう自分が経営者じゃない人に辞める、独立するっていう可能性もあるなっていう部分も結構難しくて、そういうのも結構経営者やる上で考えた方がいいかなって思いました。ここら辺が大きいですかね。まず一つが、スタッフのモチベーションが店舗ごとによって変わってしまう。で、私が技術を見れないっていう技術低下。で、そこでさらに、経営者じゃない人をトップに据えるっていう、独立するともう本当に赤字レベルになるリスクっていう部分のこの3つが一番でかくて、僕自身、お店一つにしようかなと思った部分がでかいのと、あとでも一番重要なことがあって、分散した時に思ったのが、やっぱり一緒に働いてた人がいないっていうのはやっぱ寂しいもので、一つのお店でみんなでワイワイやってなんか楽しく働きたいなっていうのが一番のきっかけだったんで、店舗経営がやっぱベストだなと思って、東京では1店舗しか出さないです。で、名前はガルテってなってるんですけど、改名してガルテ東京っていう名前にして、ガルテでは東京1店舗で、大阪1店舗、北海道1店舗とかいうエリアを挟んだ上での店舗展開っていうのはあり得るんですけど、基本的にはガルテは東京に1店舗しか出しません。で、そこで
まあ今狙っている物件があるんですけど、その物件はまあ結構空きテナントがあるんで、こうどん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 そこのテナントにガルテを作っていく感じにして、同じビルにガルテを集結させようと思ったんで、空きテナントが結構あるところを選びました。でまあ物件の詳細はツイッターとかにも書いちゃってるんですけど、こう次回ね、こう物件どうやって選んだかとか探したかとか、あとは物件の交渉とかをやっていきたいと思いますんで、まあ週に1回ぐらい更新できたらいいかなと思うんで、よかったらチェックしてください。で、まあこう店舗系、結構お金のリアルな部分もお話ししていきたいなと思ってるんで、こう、まあ今僕28歳なんですけど、28歳の人がどのぐらいの規模で美容室を出したのかとか、あとは自分はこういう、まあ僕の28歳で100坪の美容室を出すっていうのをまあ夢にしてもらって、こう、お金どんぐらい必要なのかとか、あとは、立地選びとか、まあ、結構、僕結構物件選ぶのは得意なんで、そういうのとかも、ぜひね、参考にしてもらえるように、チャンネル登録お願いします。っていうのが、まあ今日、第0話、きっかけっていう動画になります。ありがとうございました。